皆さんおはようございます。おはようございます。はい、良平です。そして今日はなんと前回大好評だったこの2人に来ていただいています。さっちゃん、よっちゃんです。よろしくお願いします。よっしゃー、よっちゃんです。さっちゃんです。いやー、ぶーちゃんです。なんかね、出張長くてね、結構ね、疲れが溜まってた。でもね、よっちゃん見てさらに疲れて、さっちゃん見て疲れが取れた。本当にバランス。ダメじゃないですか。ダメじゃないですか。さっちゃんよく疲れさせてしまう。本当に元気いっぱいよね。元気いっぱい。ありがとうございます。さっき YouTube ね、さっちゃんよっちゃんの YouTube の方にね、出させていただいて喋って、めっちゃ面白かった。この角度から、さっきも言おうと思ったんだけど、この角度からね、ずっとね、見てたら、なんかね、やっぱり、インド人になってるし、そのなんか一瞬、はい、すごくね、日本人離れしてるよね、はい、もう大好きでカレーがね、カレーが好きすぎるんですよ。毎日食べてるからね、カレーで、はい、でもね、カレー食べる、まあ、カレー食べ過ぎはいけないんだけど、はい、カレー食べるとね、ストレス数値って下がるらしい。え、だからかな。だからいつもこのね、本当にね、いや、いつもこの陽気なんで。僕カレー本当に好きでしょっちゅう食べてるんで。いや、信じてくれみたいな感じで言われなくても多分そうだろうなと思ってる。でもイチロー選手はもう毎日カレー食べてて野球やってる、だから聞いたことある。ストレスめっちゃかかってたけど、カレーでイチローは乗り越えてた説ありますね。いや、それでも聞いた。ね、いや、結構これ YouTube 撮るときにこのテンション作ってて疲れないですかっていうふうに聞かれるんですけど、本当にガチで素じゃないですか、ね、このノリがね。次、サイさん新刊のタイトル、強運はカレーだって。どうぞ。よし、ちゃんとした話、もうね、喋り出したら違うやつなんで、今日月曜日なんですよ。新しい週の始まりなんで、もうやっぱこのチャンネル見ていただいている人たちはもういい流れ掴んで、そのよりも今よりもさらに成長して、もっと運が良くなっていくっていう中で、やっぱりこのスペシャルコーチングをやってるこの2人からして、まあ、この新しい週の始まりっていうことを、まあ、一つきっかけとした上で、まあ、今の自分をさらにね、良くしていくってことで、まあ、そのモチベーションをもっと上げていくとかっていうときに、本当に大切にしてることをちょっと聞きたいなと思って、はい、大事にしてる習慣として本当にこれずっと続けてる、これがあったから今の僕たちがあるんだなっていうところは、鏡の前の自分を元気づける、勇気づけるんですね。鏡の前の自分に最高って言ってみたら、ちょっと待って、これ高いしたの、最高だったり、あとも、ウィンクをよくしますね。ほう、ちょっとやってみて、こんな感じ。あ、これカットだな。そこなんとか大丈夫。だから本当に鏡越しに目が合うんですよ、はい、ウィンクしてる時、よく知ってます。よく知ってるよね、でも本当にこれって大事な習慣で、っていうのも現実も僕一緒だと思うんですよね、その周りを鏡の前の自分に文句言っても鏡の前の自分って変わらないし、やめろよお前、それおかしいじゃない、こう、どうかしてるぞってやっても、鏡の前の自分にこうやってやっても指が自分に返ってきて変わらないですよね、でも自分が最高ってやったら、鏡の向こうの自分も最高これを返してくれるんですよ。すなわち、すなわちこれ現実創造も一緒だと思っていて、他人をあれこれ変えようではなくて、まず自分の内側を変えると、そしたらそこから帰ってきて現実が加速していくっていう、こうだと思うんですよ。今肝心なところでガッツポーズして画面から切れちゃった。肝心なところが切れちゃった。そのまず自分が変わったら、全部上昇していくんですよ。はい、いや、まあそれは確かにあるよね。鏡の自分に向かってかけてあげる言葉って自分に対してあげる言葉だから、人から言ってもらいたいってことでも、多いように感じるんだけど、自分に対して言えない人が人から言われることってないよね、だから自分に言えるようになって人から言われるようになる、本当に人から言ってもらえて、可愛いね、綺麗だねとかっていう、いうもの自体はやっぱり鏡に返してやっていくって、やっぱ結構いろんな成功者の人たちも、鏡と対話する時間ってすごい重要って話するよね、まさに本当そうだなと思っていて、さっちゃんとの関係性においても、ちょっとした夫婦喧嘩があった時とかに、さっちゃんに叱られてる時って、まあ、そんな本当にあんま怖くないんですよ、でも何が一番怖いかというと、あ、よっちゃんそうするならもういいよ、あ、私は私で行くからっていう感じで、さっちゃんが自分に集中した時に、うっ、待ってくれっていう感じで、俺も変わるからっていう力が入るんですよ。あ、確かに恐ろしいの、怒鳴られるよりも怖いよ。そうなんですよ。あなたはあなたでやったらっていう、そうなんですね。これが一番怖いんですよ、冷静に、じゃあ私はもう行くからっていう感じでちょっと笑われながら言われると、これが本当にいい意味で焦って変わらなくちゃって思わされるんですよ。あるね。え、さっちゃん的にはどうなの？なんかこういう時こういう時
時ですか。もうその自分のモチベーションが、うん、上げていくっていう時に、はいはいはい、ちょっと意識すべきことっていうのは何かあるんだったら、うんうんうん、あの私もあのよっちゃんの影響で、はい、私もそのよっちゃんの影響で結構その鏡っていうのは使うようになったんですね。すごいあのよっちゃんがあの一緒に鏡にこう映ってると私の方見るんじゃないんですよ。うんうん、あの例えばエレベーターとか開いてあの鏡 あるじゃないですか、はいはい、姿見みたいな、はい、そしたらあの私の方と目絶対合わなくって、うん、よっちゃんは自分を見て常にやっぱウインクとかしてるんですよね。え、外の鏡で外の鏡やったやった、もう重要だと思う。でもほんまに今日の俺も最高とかって言ってるんですよ、うん、でもちろん私にもいっぱい褒めてくれるんですけど、なんかそれ見てあの本当に瞳の奥、鏡の瞳の奥に対してあのかけたい言葉をかけられたい言葉をかけるといいよっていうふうによっちゃんが言ってくれて、うん、結構それを私もするようになってめちゃくちゃ効果を感じたんですよね。え、ちなみに何て声かけてるの？旦那は最高や最高最高なんですけど、こう愛してるよとか、あやっぱ守ってるよとか、あ守ってるよ、うん、守ってるよってすごい言われた、あのそういうときめくんで、あやっぱ自分が言われて嬉しい言葉はやっぱ自分で自分にかけるってことですよね。自分で自分にかける、はいはい、本当に瞳の奥を見ながら言うっていう、そしてそれを笑顔で言うっていうのを、うん、結構習慣にし始めてから、なんかなんていうか日常が全部面白く思えてきたってい ほう、なんか全部なんか外側からなんかゲームのような感覚に、うん、なぜかそういう意識になってきたんですよ。ゲームのような感覚、うん、そうですね。だから歌の力とかもよく使いますよね、うん、定番のトラック、定番の歌は、うん、ダメになりそうな時それが一番大事っていう感じですいませんでした、おめでとうございます。癖強めなんで、すいません。それが大事あのね、大事マンブラザーズのそれが大事、はいはい、よく流してますね、はい、うんうん、よく流して、はい、流してるっていうか歌ってる、歌ってる、はい、そうそう、はい、歌ってますね、うん、あとさっちゃんに何か喧嘩して叱られて落ち込む時とか脳内で栄光の架け橋とかも流しますね。どんな感じ、いくつもの日々を超えてっていう感じで落ち込みながらもそれが流れていてね、その流れている自分がまた蘇らせてくれるんですよ。もうだ皆さん人生のことを映画と思ってみてください、はい、映画の主人公ってそんなすぐ諦めますか？映画の主人公ってこのまま終わりますか？泣いてばかりいて、泣いてひとしきり落ち込んだ後は V ジャンプでしょ、うん、このあのもしね今落ちてる人がいたら、うん、人生の主人公だって思ってください、うん、それ重要ね。全ての映画、全ての物語は、うん、ハッピーエンド V 字回復があるでしょ、うん、たまたまあなたは今ここかもしれない、でもあなたはこう行くんですよね、うん、これを伝えたいですね。あね、やっぱ運から見放されてしまってるって人は悲劇のヒロインやっちゃう、はい、から確かに私はいつでもハッピーエンドの主人公って思っててっていうのもそうだし、うんうんうん、でその意識すらなくなってくるともう気づいたら私の中の映画が通行人 A と B になっちゃってる。確かに、間違いないです。それじゃドラマってないんだよ、ね、間違いないです、うんうん、だって悲劇のヒロインだけで、悲劇のヒロインっていうタイトルの映画だったとして楽しいですか？悲劇のヒロイン、私は振られて落ち込んでもうダメで、もう本当にもう人生やめたいと思ってるんです、終わり、誰が見るねって話ですよねこれ誰が見るんですかこれ、うん、間違いない、ね、だ悲劇のヒロインと見せかけて V 字回復の人生を生きましょうよ。そのために鏡の前の自分から励ますこと、これから始めませんかっていうところですよね。何の CM？ 何かが始まりそうな雰囲気だったんですけど、でもいい。じゃあ夫婦でやっぱり鏡とあの向かい合って言葉をかけるってことすごく大切にしてるんだ、はい、すごく大切にしてるんで、結構鏡とか見えるところに置いたり、うん、あそれはすごい重要やね、うん、その鏡の中の自分がありたい自分であるかっていうのを、まあ、チェックしたりとか、うん、結構表情とかで自分が気づかないうちに結構すごい表情になってる時とかあるじゃないですか。はいはい、あるある気づいたらびっくりするぐらいあのやさぐれてるような顔したりとか、うんうん、まあ、そうなってないように鏡の向こう側もありたい姿の自分であるっていうのを決めて、まあ、こうチェックできるようにしたり、ね、ときめけるようにしたりっていうので鏡をよく置いてます、うん、だから僕車のサイドミラーとかバックミラーはあれイケてる自分を見るためにあると思ってるんです
本当に、本当に、運転しながらちょっと顔乗り出して、こうやって、こうやって、それもよくやってますよ。バックミラーとかちょっとこう、位置とかずらして、こうやってやるとかね。バックミラーに対してもウィンクしてるもん。やってますよ。はい、それはすごいね。しょっちゅうそれやってますね。これはなかなかびっくりなことだけど、だって、まあ、うん、鏡一つで世界が変わるんですよ。まあね、うん、でもね、本当に運の強い人っていうのは、うん、あの誰もができる当たり前のことをバカみたいに続けるっていう力を持ってるな。確かにそれは本当あると思います、うん、それをやらないから変わらないってことを考えた時に、やっぱそれをやって意識していくってことはやっぱすごい重要かな、うんうんうん、そうですね。イチローも言ってますね。とんでもないところへ行くためには、小さなことをコツコツ積み重ねることが唯一の道とね。多分イチローもやってると思うんですよ。鏡の前で最悪って多分イチローやってますよ。そういう声のトーン出してるから、うん、そんな声のトーンではないと思う。失礼しました、うん、失礼しました。まあでもね、2人は本当ね、いつもなんか本当小さなことだし、その上で当たり前だと思っていくようなこと、でも誰から見たらバカらしいと思っていることを真剣にやってるんですよ、この2人。あ、2人じゃない、ごめんなさい、旦那さんの方でもそれを見て、つったらそれを絶対否定しないしっていうのを見てた時に、あ、だからこういう風になっていくんだなって思うのを見てたら、やっぱね、すごい重要だと思います。だからやっぱできる小さなこと、本当コツコツね、バカにされるかもしれないけど、それを続けていくってことのね、ことがやっぱ重要だっていう中で、まあ今日は月曜日ということでね、あの新しい週の始まりで、なんかこっから始めてみてもいいんじゃないかなと思うので、うん、あの多分今車の運転しながらあの聞いてる人もいるかもしれないちょうどね、はい、そうですね、そこのミラーに映ってたら、はい、今この瞬間に、はい、なんていう、財布はやってウィンクしてあげてください、はい、そうするとね、いいスタートが切れると思います、はい、ちょっと高い声で言うのがコツですね、はい、そうです、うんもうはい、あのもうこの2人見るとね、多分みんな元気になってくれると思いますので、はい、いつも通りこの画面、あのテレビは、テレビじゃない、あのチャンネルはガッツポーズで皆さん送らせていただきますので、はいはい、あのよろしいですか、はいはい、じゃあちょっと向こうに撮ってくれ、そこなんとか、はい、そこなんとか、では皆さんにガッツポーズで今日も送ろうと思います、はい、ではいきます、はい、ではいきます、せーの、よっしゃー、ということで今日も元気よくいってらっしゃい、いってらっしゃい、お気をつけて。